若松正和は、将棋騎士。2000年、引退。騎士番号は98。党内金吾八段門下。兵庫県神戸市長田区出身。1961年、天名人戦で優勝し、史上初の天六段となる。1967年度後期の奨励会 A 組で、関西優勝をし、関東優勝の野本虎次との東西決戦で、勝利して、 プロ入りをする。1970年度、4段にして、規制戦で、本戦出場。1971年度、第2回新人王戦において、決勝3番勝負で、森安秀光を2から0で破って優勝。これが、帰戦初優勝となる。同年度、古豪新栄戦では、ベスト4。1976年度、第3回名駅戦においては、決勝で、 青の照市に勝って優勝。ちなみに、この3年後の優勝者は、弟子の谷川浩二である。1978年度、第19期王位戦でリーグ入り。通算372勝499敗1992年。現役通算25年表彰。立ち会い人は、若松正和七段。女流王位戦中継ブログ。2019年1月30日。閲覧。 夕食会、女流王位戦中継ブログ、2019年1月30日、閲覧、商談、引退騎士のお知らせ、将棋ニュース、日本将棋連盟、日本将棋連盟、2019年4月4日閲覧、ありがとうございます。